ってた初代プラネテューヌの女神の聖域って場所だね。見た感じ他のダンジョンとあまり変わりないみたいだけど、まあいいや、今はイースを直すことを考えないと。コンビネーション。
が落ちているみたいね。けどこの程度のモンスターにはいいハンデね。三四郎の入魂パッチはどこかな。あれ、地面に穴が開いてる。こんなところに穴なんてあったっけ。まあいいや、掘ってみよう。これがそうなのかな。開いた開いた。さて中身は何かなっと。カセットタイプのゲームソフトだ。うわー、懐かしいのばっかりだよ。ユニゴ13のゲームにワンダフルボーイ、オーガスにロードランナーまである。まさかこんな高
書かれてるけど、きっとこのカセットだよね。目的のものも手に入れたし、早く帰らなきゃ。どうなの？例のアイテムは見つかったの？じゃじゃーん！ちゃんと見つけてきたもんね。あー、すごいです、ネプネプ。やればできる子です。なら、後でちゃんと他の女神様たちにお礼は言うのよ。みんな大変な時期なのに手伝ってくれたんだから。そうだね。後でみんなに時間ができたらお礼に何かをご馳走でもするよ。それじゃ。持ってきたアイテムを貸してちょうだい。早くイスワール様にインストールしましょう。けど、こんなカセットタイプのアイテム、どうやってイースに差し込むの？背中に差し口はないんですか？体中見てみたけど、そんな場所はないわね。ネッポ、そのアイテムには取扱説明書はなかったの？なかったよ。それは困ったわね。せっかく直せる方法があるのに、それが実行できないなんて。そうだ！だったら、このカセットをイーズンの口にセットするのはどうかな。は？ネプネプ、さすがにそれは無理があると思うです。別な方法を探すです。大丈夫大丈夫、イーズンならこのくらい平気平気。よいしょっと。これで準備は OK だよね。絶対誰にも見せられないわね。自動プログラム起動、アップデートパッチを確認、インストールを開始します。まさかこんな方法でインストールできるなんて。案外昔の女神さんもネプネプみたいな性格だったのかもしれませんね。ところでパッチのインストールってどのくらいかかるのかな。わからないです。けど今はイースーさんを信じて待つです。そうだね、今はイースーを信じて待つしかないんだよね。We'll be right back.
うなった以上は仕方がない。今は逃げることを考えるんだ。なら正面から無理やり突破する。二人とも離れるなよ。じゃないって。ただいま戻りました。ここに行くんだね。なんとか逃げ切れたみたいだな。おいギアッチ、なんであんなことをした？だって娘さんが危なかったから。気づいたら体が勝手に動いていたんです。俺のことなんかどうでもいいんだよ。せっかく帰れるチャンスだったんだぞ。それを俺なんかのために無駄にしてどうすんだよ。無駄じゃありません。今こうして娘さんが無事なんです。だから決して無駄じゃないんです。誰かの犠牲がなくちゃ帰れないんでしたら、いっそのこと帰れない方がマシです。きっとお姉ちゃんもそうだと思うんです。だからって、だからってこれじゃ申し訳なさすぎるだろうが。娘、もうこれは過ぎたことだ。今は次に何をするか考えるんだ。そんなの今すぐ戻って一匹残らずぶっ飛ばすに決まってる。仮に戻れても、あそこまで壊れたんじゃ転送装置は使えないと思うよ。じゃあどうすればいいんだよ。デカ物と違って明確に意志を持って襲ってくる以上、ここを離れることを俺は提案しよう。あいつから逃げろっていうのか？違う、体勢を立て直すんだ。デカ物とはタイプが違うからな。こちらから打って出るために作戦を立てるんだ。そしてギアッチを元の世界に戻す方法もね。ようやくこっちから打って出れるのか。受け身ばかりで飽きてきたところだったぜ。では本拠点に戻ろう。あそこなら仲間はたくさんいるし、何か方法が見つかるかもしれない。あの本拠点って何ですか？ここがうずめさんの拠点じゃないんですか？そういえば言ってなかったな。ここはあくまでデカブツと戦うための一時的な拠点なんだよ。ギアッチへの説教はそこについてからたっぷりさせてもらうからな。お手柔らかに。ここですね。じゃん。この洞窟が本拠点なんですか？それにしては中からモンスターらしき鳴き声が聞こえてくるんですけど。いや、ここじゃないさ。で、海を、ここは何なんだ？この間見つけた近道さ。目立つ地上を歩くよりこっちの方が見つかるリスクは少ないからね。中にはモンスターがいるが、まあ君たち二人ならなんとかなるだろう。ほーん、どこに行くのかと思えば自ら袋のネズミとなるか。ならば貴様らの望むようにじっくりと殺してやろうではないか。フルボッコにしてやるぜ。任せてください。さて、ドイツにしようか。行くぜ。ちよー、うわー、聞くことだけはできません。ダンスダンス、うわー、やったー。私たちの勝ちです。そろそろ回復してくれると嬉しい。
ギアッチ、今更だけど N ギアは忘れずに持ってきてるよな。はい、命の次に大切なものですから、この通りちゃんと持ってきていますよ。あれ、ん、どうした？電源が入らなくて、逃げるとき無理やり装置から外したせいかな。もしかして壊れたのか？なら俺が叩いてみるか。叩く？叩くって N ギアをですか？ほら、テレビとか壊れたときは叩いて直すだろ。これも調子が悪いときは叩いて直してるんだよ。ただそろそろガタが来てるせいか、最近は叩いても直れなくなってきたんだよな。それって叩いたせいで余計に壊れちゃってるだけじゃ。そうなのか？多分そうかと。せっかくですし、向こうに着いたら見てあげますね。 N ギアが起動しない原因も調べなきゃいけないですし。じゃあさ、せっかくだし俺のもギアッチのみたいにかっこよく改造してくれよ。なんかすげえ機能とかいっぱいつけてさ。あ、それいいかも。うずめさんは搭載してほしい機能とかありますか？そう言われるとなかなか思いつかないな。じゃあ向こうに着くまでに考えておいてください。お、わかったぜ。二人とも落ち込んでると思ったが、どうやら俺の杞憂だったようだね。タイマン張らせてもらうぜ。まるじゃねえか。聞くことだけはできません。ラッシュチャンス。さて行くぜ。10年早いんだよ。この勝負俺の勝ちだな。ことだけはできません。ターゲット確認。